北白河宮,宮,宮永久王。北白河宮永久王。北白河宮長久王。1910年。明治43年2月19日から1940年。昭和15年9月4日は、日本の皇族。陸軍軍人、貴族院議員。北白河宮重久王の第一男子。最終階級は、陸軍砲兵少佐、河本徳信。 君党は大君意喫下大受賞。母は明治天皇の第七工業防止内親王。日は男爵徳川義女の次女将子。三宝たる陸軍砲兵隊員として、盲強方面、モンゴル及び中国北部へ出征していたが、演習中に航空事故に巻き込まれ殉職した。1910年、明治43年2月19日。 北白川宮重久王と同肥亡しない親王の第一男子として誕生。1912年、大正元年7月30日に、外祖父、明治天皇が崩御し、9月13日に大操の礼が行われた際、永久王は、おじいさまがいらしったと話し、側近が場所を訪ねると、ほら雲に乗って、以来あるではないかと話したという。また幼少期、のをんだ際には、 両親の分を取り分け、自分は小さいものを取った。こうした逸話は、後に行動を示すものとして紹介された。また、幼少期から馬術を愛好した。1923年、大正十二年、父、聖久王の事故による、皇居のため北白川の宮家を継ぐ。翌1924年、大正十三年、東京陸軍幼年学校に、入校、二十八期。 同年、武田三宅の常吉夫と北海道及び東北地方を視察した際、仙台で黒竹の杖を購入して母上の土産としたところ、ふさこない新郎は非常に喜び、長年大切にした。翌1925年、大正14年の新春に次の歌を詠んだ。幼年学校入学後、生徒館から学友の選定について尋ねられ、 同期生全部私の学友でありますと返答した。また、二年在学中、旅行の誘いを断って靖国神社礼大祭に参列したことは、教官たちにも感銘を与えた。続いて、陸軍士官学校予科、同本科、四十三期、陛下、砲兵を経た1931年、昭和6年、陸軍砲兵商尉民館。 生尉人間間もない1931年、昭和6年頃、李と親しく交流した。母グの房子内親王は、父みか明治天皇の影響から武勇を重んじ、永久王の教育に熱心かつ厳しかったとされる。陸軍士官学校与下の卒業直前の野外演習、及び卒業式前日に、永久王の妹グーと共に参観している。1934年、 昭和9年、陸軍方向学校高等科を卒業する。その後も、陸軍野戦法兵学校で、おつ学生として、教育を受け、1939年、昭和14年には、陸軍大学校を、卒業、52期。英久王は父、聖久志王や、他の皇族たる、陸軍軍人、朝香宮鳩彦王、茅野宮常則王、肝炎宮春二王、 朝香宮ノ彦王、武田宮、常吉王等がそうであったように、軍服は、大正末、昭和期当時の陸軍青年将校の間で、大流行していた、勝者で派手なものを仕立て着用していた。こうしたハイカラな服装に対し、このエイ法連隊長が、将校に、カフスボタンを主法で販売されている簡素なものに、改めるよう指導したところ、a 久王はすでにその簡素なボタンをつけており、 将校一同は驚き早速改めた。陸軍大学校時代には陸大52期生と海軍大学校37期生とで盛んに交流を持ち、二限会都市、さらに後輩の陸大53期生が加わることも認めた。これは陸海軍が一体であるべきという AQO の信念に基づく。1940年昭和15年3月、 盲協方面の中謀軍に初出生。同年6月17日より参謀の職についていた。この頃、次の和歌を読んだ。AQO が搭載した特別指導訓練の最終日である9月4日午前11時過ぎ、藤木してきた戦闘機の右翼の先端に接触、右足疾患切断、左足骨折、頭部に裂傷という状態で病院に運ばれたが、 同日午後7時過ぎに皇居した。去年31。亡骸は9月5日早朝のうちにカルガン口を出発し、夕方には立川陸軍飛行場に到着。20時頃に高輪の邸宅に到着した。母宮のふさこない新は、気丈にも長い間、ご苦労様でありましたと涙を見せずに永久王の戦死を称えた。また、 三歳の道久王は日の丸の小型を持ち、正門で泣きを迎えた。九月七日に葬儀が行われ、母グルの希望で永久王の母体がこのエ野ヤ兵連隊だったことにちなみ、棺は放射で豊島岡墓地に運ばれた。当時、九月五日午後一時には皇居が発表されたが、具体的な地名、皇居の状況は軍事機密として伏せられていた。 しかし、翌日の新聞では午前11時20分負傷、午後7時21分公居と、詳細が報じられた。なお、A 久王の死は、純然たる、自己死であったが、名誉の選手と発表されている。北白川の宮家は、長男の道久王が3歳にして継承したが、1947年、昭和22年の功績離脱の対象となった。A は、 盲郷神社に祭神として祀られていたが、戦後の1959年、昭和34年10月4日、永久王は、祖父の北白川宮義久親王と共に、靖国神社に合祀された。義久親王同様に英霊とは別に一座が設けられており、いわば別格扱いとなっている。優秀館には、特設の展示コーナーがあるほか、永久王の共像が飾られている。 日野翔子は、皇籍離脱後、皇潤皇后の助官長を長く務め、2015年、平成27年に98歳の天寿を、まっとうして成居した。北、白川道久も2018年、平成30年に81歳で没し、北、白川家の断刑は断絶した。A 級王には、日翔子との間に、道久王と慶子女王がおり、道久王は、 七英久王の没後北白川宮を継承するも、第二次世界大戦敗戦後の1947年、昭和22年に、功績離脱、その後伊勢神宮大宮市に就任。慶子女王は、旧皇爵の島津忠宏、島津忠史象長男に嫁す。北白川宮家は、初代、友成親王がわずか17歳で皇居し、二代、吉久親王は、台湾で、 戦病死、三代の有ひさおは自動車事故で抗拒するなど不幸続きであったことから悲劇の見分けなどとも呼ばれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。